じゃあアキナのダウンヒル、はい、いきますか。いきましょう。ね、レッツゴーで。あ、ごめん、ドライブ入ってなかった。さあ、じゃあこれスタート地点からブイーンとスタートしますよ。これがダウンヒルの。そう、これがダウンヒルのスタートポジションだね。うん。で結構ね、イニシャル D 最初ほら86とさ、はい、FD が最初戦うの。あ、黄色のやつ。そう、黄色の FD、 高橋圭介がね、はい、用意ドンってしたらさ、圧倒的に置いてかれるわけよ。まあ86が。あ、86、そうですよね。やっぱほらパワーもないし、で FD の方が速いから。そうですよね。ただそのだいたいコーナー、あのコースの真ん中ぐらいになると急に86が真後ろにビッタビタくっついてきて、なんだこいつはみたいになるんだけど。でもここのさ、コースさ、まあ、まだスタートして1コーナーしか回ってないけど、結構勾配きつくて、で思いのほかストレートありそうで、なんかすぐコーナー、あのなんていうの、ヘアピンが来るみたいな感じで、なんか走っててもそうだけど、なんかヘアピンが結構多めな感じがするよね。なんかこうドーンっていってヘアピン、ドーンっていってヘアピンみたいなね。タッチアンドゴー、ストップアンドゴーみたいなね。そうそうそう、まあ日本のサーキットでいうとモテギみたいなね。そうそう、イメージがね。ここも今ヘアピン2つ回ってきて、1つ目かで、ヘアピンも意外とこのなんていうの、幅があるからさ、結構スピード乗せてこうガーンって入っていけそうなイメージだよね。やっぱ86とか多分非力な車だと減速しちゃうとさ、ほら上がるまで大変だから、な、多分できるだけ車速を落とさないように入る、うん、で立ち上がるっていうのを、まあ、匠は繰り返してんだろうね。これもすごいよね、こうブラックマークとかついちゃってるもんね、これね。うん、まあ、これでも完全に事故ったね。あの黄色い方に行っちゃってる感じだよね。あ、いやいやいや、ブレーキきつそうですね。いや、ブレーキきついね、こんなにヘアピンばっかあったらね。いや、これ GTR なんか、この3号の GTR がダウンヒルやったら多分一発でブレーキ1日になっちゃうね、これね。うん、いや俺とてもじゃないけど峠でレースしたいなっていう風には思わないね。怖いよね本当。だってガードレールの先はもう本当に谷底だもんね。うん、あれがないですね、 S 字とかが。いえ、そうだね、 S 字とかないね。ずっと岡山のダブルヘアピンみたいな感じですね。そうだね。じゃあ気持ち声張ってもらっていい、はい、多分ね声届かないか、はい、大丈夫大丈夫。そう、ね、もうずっとヘアピンばっかりだね。なんか高速なコーナーとかがあんまない感じだよね。さあ、こっからストレートに入ると、あのなんかスケートリンク前ってね、あの看板が出てるはずなんですよね、反対側。いや、あれが中間地点なんですよ。だあの辺で大体あの他のチームが今どれぐらいの差がついてるみたいな、このちょっとした短いストレートでね、そう、あの無線を入れたりとかしてるんですよね。あの、あ、これイカホリンクってこれあるんだけど、ここはよくあのなんていうの、そのシーンで使われる場所かな。うん、でこっからが多分後半のセクションに入っていくのかな。でもこの後半セクションって、うんうん、結構ゆるめ、多く高速で入ってきてそうな。そうだね、こことかも一発目ちょっとゆるめに入って、まあ景色めちゃくちゃいいね、ここね。ああ、いいね。そうだね、 R 的には最後絞る感じだから、結構あれだね、オーバースピードで入っていくとやばいやつだね。ああ、ここもそうだね。あれだね、あんまりこのスピードを乗せる区間っていうのがないから、だから非力な車でも頑張ればなんか追いついていけるっていう感じなのかな。さっきのあのスケートリンク前ぐらいがなんかちょっとした長いストレートだったね。そこだけなの。一応ね、この地図で見るとこの先もずっとグニャ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 ヘアピンが続くんで、もうだから本当にあの車速乗せながらキャーキャーって流して、うん、感じですね。そうだね。あ、ここもちょっと長めのストレートだね。ここもね、確か漫画でちょっとあんだよね、やっぱちょっとしたストレートで離されるみたいなね、ちょっとシーンがあったりとかして。ここでも一番長いんだ、
そうだね、さっきのストレートよりもなんか長めな感じだね、はい、で結構ワイドだしね、はい、あの3車線もあるから、ね、確かにここは確か長いね、長い先のここの右からのヘアピンじゃないこれ、そうでしょう、ね、だからここはあれだよね、綺麗に流してヒャーって入って、まだでも意外とブレーキングまで時間あったね、ここもね、高速で入ってって、そうだね、ちょっと S 字っぽく、だいぶ後ろから結構乗せていかないと、うん、そうだね、うん、でここが高い速度から多分ブレフルブレーキからのだよね、カーブ16と、あと16巻だ、ね、あそうだよ、この先がだからちょっと行くとあの有名な5連続ヘアピンっていうのがあって、最初の高橋圭介とのバトルで匠がそこで抜いたんだよね、うん、その溝落とし使って、そう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 、この先ヘアピンだぞって減速しないとって言って谷底に落っこちるぞみたいなことを言われつつ、86は減速しないで FD の横に行って抜くという、そうそうそう、そのシーンがね生まれた、その連続するコーナーが間もなくね出てくる、もうちょっとかな、あそうだ、この辺からかな、連続する5連続ヘアピン、あもう5連続ヘアピンの前、これあれだね、対策になっちゃってるんだね今ね、このブワンブワンってものすごく出ちゃった、まあちょっとこれじゃあ攻めらんないよね、攻めらんこれ危ないね、まあでも攻めてる人がいるから対策でやってるんだけど、逆に危ないよね、でもねこれやるとね、そうですよね、うん、抜けるってことです、抜けちゃうってことです、そうだね、荷重が抜けちゃったりリアのね荷重も薄くなりやすいから余計にこうオーバースピードっていうかオーバーステアになり気味になっちゃうよね、さあこれが1個目2個目3個目3個目のヘアピン、確かに内側溝ないね、はい、うん、なんかその聖地巡りした人、ね、した人も5連続ヘアピンで溝落としで匠が抜いたって言って溝があるかと思って見に行ったら溝はなかったみたいな書いてあったから、確かに、さあこれでヘアピンはおしまいかな、5連続の、うん、でコーナー残り少なくて、うん、終盤もうこの辺走ってる時はもう大体匠が前に出てるんだよね、もうこっから逆転のチャンスはないっていうぐらいな感じなんだけど、実は多分ね俺の記憶の中では1回か2回ぐらいもうほんと最後のあのなんだろうゴール地点の前ぐらいに抜いたりしてるんだよね、そうそういう ここでは抜いてないってことですね、そうそこでバトルが終わってない時もあったんだよね、逆になんか匠が負けそうなところもで、なんか終盤もう残り少ないコーナーで刺しに行ったっていうのもあって、そう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 、もうでも残り少ないねこれ見るとね、後半セクションの方が、うんうん、若干こうあれですね、スピード乗せられそうなところが、そうだねワイドだし、うん、R もそんなきつくないからね、うん、ああこことかもすごいよねここでドリフトかましてきたら相当高速な速度になるよねすごいすごい、漫画だったら、うん、全部使ってるんですよね、漫画だとそう、ちゃんとフルコース使ってもらって、コースって言わないけどもう車線全部使ってね、そうそうドリフトとかやってるけど、あれフル、ね、フルで使えたら結構な速度乗せられるよね、あカーブが4つ目残りあと3つだね、ああそうね3、2、あと2つね回ったらゴールな感じだね、結構ね、きついね、いけそうで突っ込んでったらなんかオーバースピードとかねあ多いよね、ここ曲がったら最後のカーブなのかな、これで、あそうだね、ここ最後左に曲がってゴールで、そう
この左手の駐車場ね。はい、ということで、今ね、春菜さん、秋菜を攻めてきたわけですけど、攻めてないな、あの楽しむという意味で、ね、攻めてきましたね、たっぷり楽しんできました、はい、上の方はね、結構コースアップ狭かったし、まあそこでね、こうドリフトギャーかまして、まあ、本当やってるかとか、そのあくまでフィクションだからね、フィクションだからね、あれですけど、だけど、もしやってるとしたら、やってると想像したら、すると、いや、すげえな、うん、正直、ダウンヒルは R35 はちょっと厳しそうだなっていうふうに思いました。まあ狭いしね、狭いし、やっぱりこうね、車が重いと、はい、もうブレーキが泣いちゃう、やっぱりちょっと攻めてるわけじゃないんだけど、うん、攻めることをちょっとイメージしたらね、そうイメージするとちょっときついんですけど、はい、まあでもアップヒルはちょっと勝負できるかな、誰と勝負するんだけど、まあね、自分のこの愛車で DIY した愛車でね、ちょっとこうドライブなんかもすごく気持ちいいので、まあ皆さんもね、楽しんでいただけたらなと思います。はい、動画を見てくれてありがとうございます。この動画が良かったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。その他にもこちらに楽しい動画がいっぱいありますので、もしよかったら見てってください。それでは。